握って仕事してて、この年になって完璧だとは思っていないからね。親父さんまだ悔いがあるったらおかしいよ。で、せがれがかわいそうだから早く譲ってあげてって。ずっとまあ親父さんがやっていければそれでいいんですけれども、そうはいかないですから、いつかは交代しなきゃいけないですから。そこまで頂上まで行けば完璧かもわかんないけど、じゃあこの頂上はどこかっていうとわかんないわけですよ。抜いてやっと並んだ。そのぐらいあのやっぱり親父の影響っていうのはその。歌が夢だったっていうのもありますよ。これやったらいいんだなって夢でしょあれ。やるってことは非常にいいことじゃないかなと思います。父はもう二郎さんの亡霊がもうそこら中にあるから。好きにならなきゃダメですよ。その自分の仕事に惚れなきゃダメなんですよ。